あの合格宿泊会ででスピーチしたんですよ <laughs> まあどういうスピーチしたかというとまあ僕がね合格したのはまあ勘違いのおかげだよとまあ勘違いっていうのは何かっていうとあの公認会計試験俺なら受かるっしょっていう勘違いとまあそんな勘違いじゃないじゃないかだって受かってんだもんって思うかもしれないんですけどまあその当時からしたら勘違いなんですよ勘違いまあ勘違い野郎ですよねいやいやいや 公認会計試験そんな甘くないよみたいな普通だったら思うんですよね9ヶ月の時点でまあしかも担当式試験まで5ヶ月残り5ヶ月みたいな段階でいや今ノータッチなんですよねとか言ってたらいやいやいやそんなんいやちょっとそんな甘くないからってちゃんと分かってる人だったらあの試験について分かってる人だったら思うと思うんですけど僕はその勘違いを犯したことによってまあ公認会計試験を受けることになり結果そのね それに向けけて努力をしし合格したわけですよまあ皆さんねあのすごい頑張ったっていうその努力を褒めてくれるわけですよね努力をたたえてくれるわけなんですけどそれもまたすごくありがたい話でそれまた一つの真理ではあるんですけどその努力の手前に受けるっていう決意があったわけですよねその決意もまあ勘違い一つまあ勘違いと いろろんな人に言われるであろうことその決意自身も褒められることだときっと皆さんもね公認会計試験受けるぞと思った時は「いややめとけなよ」ってまあね臭い言葉で言うと「夢を笑われる」なんてことよくあると思うあるじゃないですかっていうかよく聞くじゃないですかでもその笑われるような夢を語ったとしてもそういう勘違いをしたとしても勘違いやろうになったとしても、まあ、その決意をした自分をに自信を持って 努力を突き進めてもらえればきっとその先にいい結果が待ってるとだからその何て言うんだろうなまず努力をした自分を褒めてあげて、まあ、きっと今皆さんはその明るい、ね、希望に満ちあふれてると思いますと合格して明るい未来を夢見てると思いますがそのねきっとキラキラしたこんな生活送れるんだろうなってこれもまた多分勘違いなんですよその公認会計士に実際になって すごい大変な思いしている人もたくさんいるわけで、その人たちから見たら、いや、そんなキラキラした生活、そんな夢みたいな生活だよって言われるかもしれません。それは勘違いかもしれません。でも、そういう勘違いも含めて、えー、じゃあ、そういうキラキラした生活を送るんだっていう強い決意を持って、これから先努力する。その、まあ、なんて言うんだろうな、勘違い野郎になることを恐れないようにしましょうっていう。でそれを まあその勘違い野郎になったとてそれを勘違いのまま終わらせないでちゃんと努力してひたむきに結果を出していきましょうねみたいなそういうような話をしました。はい